いるべき場所。そう、私がいるべき場所よ。その人じゃなければできない何かなんて、そんなのあるのかしら。僕との結婚が君のいるべき場所にはならないかってこと。どうしても見つけたい。俺でなくてはならない場所を、つまり俺のいるべき場所ってのかな。今なんて言ったの。明日の試合で相手を倒した時にわかんじゃねえかな。どんどん登ってってしまってね、気がついたらもうジャングルジムのてっぺん。それからよ、ママ行くよって叫ぶやいなよね、そこからジャンプして。着地はうまくいったのよね。でもその時下にあったスコープで腕のところ切ってしまったのよ。本当に？もういいよ。あの時できた傷が、ね、どこだったかしら。でもいいって。ここそれ何針も縫ったのよね。あの時は生きた心地がしなかった。他に話はないの？それがもう嫁さんを連れてくるとはね。ほんと、しかもこんなに可愛いお嬢さん。そんな、お嬢さんというにはちょっと唐が立ってますけど。そんなことないわよ。カールさん、どうぞどんどん召し上がって。はい、いただきます。ケイスケ、取って差し上げて。ほら、ごめん、そういえば会社をお辞めになった後、ボクシングジムにお勤めになっておられたとか。一週間だけですけど、でももう辞めました。うん、お好きなのボクシング？とんでもありません、一週間が限度でした。そうですか。いや、僕はボクシングが好きでしてね。そうなんですか。若い頃はよく試合にも行きましたよ。へえ、そうなんだ。お前こんな話したことなかったっけ。はい、どうしたの？うん、ありがとう。熱いよ。あ、お野菜足りないわね。あ、私もお手伝いします。いいのよ。何かさせてください。そう、じゃあありがとう。じゃあね。疲れた？ううん、お二人ともいい方で安心したわ。そっか、よかった。いや、なんとなく元気なかったからさ。そんなことないわよ、ちょっと緊張してただけ。そっか。じゃあおやすみなさい。おやすみ。あのさ、明日式場見に行かないか？式場？うん、ちょっといいとこ見つけたんだよ。ほら、そういうのって早めに当たっといた方がいいんじゃないかなと思ってね。そうね。それじゃあ明日10時に迎えに来るね。分かった。おやすみ。おやすみなさい。疲れた。俺のいるべき場所ってのかな。さあ、電話電話と。あ、もしもし、お母さん？うん、元気。実はね、結婚することになったの。やだ、そんな驚かないでよ。え？前の会社で一緒だった早坂さんって人？そうですね、3月ですと大安のここの日にちが空いておりますが。どう？え、今決めちゃうの？大体通常ですと1年以上前からのご予約が常識なんですが。
ではいかがでしょう。とりあえずこの日を仮押さえということで、あとははっきりと決まり次第具体的に進めるという形では。どう？そうね。それじゃあそういうことでお願いします。かしこまりました。あー素敵。ここってすっごく人気なんですよね。そうなんだ。どうしたんですか？え？なんか元気ないけど。結婚が決まった人には見えませんよ。そんなことないわよ。あれもしかしてマリッジブルーとか？結婚を決めた途端迷うんですってね。ああこの人でいいのかしら。他にもっと私に合う人がいるんじゃないですか。そんなんじゃないわよ。ねえいいとこ紹介しましょうか。実はすっごく当たる占い師さんがいるんですよ。占い師？そう。特に男女関係についてはドンピシャリって噂なんですよ。早坂さんとのこと見てもらったらどうですか？行ってみようかな。ねえだったらこれから行きましょうよ。これから？善は急げですよ。さあ行きましょう。これから？あなた最近すごく困ったことがあったわね。え？仕事が変わった？あ、はい。でもそれによって新たな展開がありましたね。男性が出ていますよ。結婚でしょうか？そうね。ただ少なくともその人はあなたの人生に大きな影響を与える人、運命の人ですね。運命の人？あのその人はどういう人でしょう？その人は年は30過ぎ、この辺りに何か傷が見えますね。早坂さんは？ある、ある、ある。やっぱり運命。そうなんだ。その人を大切になさい。決して離さないようにね。はい。運命の人か。してくれんの？お姉さん冗談やめてください。かわいい。一緒にどっか遊び行かない？結構です。やめとけば。そんなこと言わないでさ。遠慮しておきます。なあ行こうぜ、うん、やめてください。やめてくだって。顔に似合わず気の強いお嬢ちゃんね。どうしちゃおっかな。どうしちゃおっかな。じゃあもう行こうぜ姉さん。助けてよ。その後おたんこなす。誰が？すいません。何ごちゃごちゃ言ってんだよ。やめといた方がいいっすよ。なんだそれ。この女関わり合うだけ時間の無駄だからさ。何よそれ。ね、悪いこと言わないからさ。ほら、ほら行けよ。チャラ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 歩いてんじゃないよ。チャラチャラなんて歩いてません。おっさん何余計なことしてんだ。なかなかいい度胸してるじゃないか。それじゃ
おっさんから可愛がってやろうか。やめましょうよ、そういうの。そういう野蛮なことは良くないですよ。うるせえ。おら、ほら、うわっ。ねえ、やめましょうよ。行くぞ。強いんだ。そりゃまあ素人相手だったらそれなりにな。それでも負けちゃうんだ試合には。ひょっとして見てた？見てました。あ、そう。まっすぐ前向いて歩けよ。あの。え？あの。なんだよ。どうだったんですか？どうって？言ってたじゃないですか、試合の前の日にボクシングは自分にとっているべき場所かもしれないと思ったって。ああ、あれ幻想だったわ。幻想？お前が言ったんだろ、そんなものないって。幻想だって。それはお前の言う通りだったよ。負けてはっきり分かった。それじゃあこれからどうするんですか？ああ、あ、そうだ、お前も付き合えな。何ですか？いいから来い。あ、ちょっと待ってくださいよ、ここジムじゃないですか。ちょっと用があんだよ。私はないです。じゃあ帰れよ。何ですかそれは。カオルちゃん、どうしたの？いや別に。ちょうどよかった。ちょっと経理のことでね、聞きたいことあるんだよ。助かったな。でもちょっと来てね。そうか、そこに同じ金額書くのか。大体の流れはここに書いておいたんですけど。ああ、そうなんだよね。でも助かった、本当いいところに来てくれたよ。もしかしてあれ、あの、もう一度勤めてみてもいいかななんて思って来てくれたとか。違います、沢田さんに引っ張ってこられたんです。沢田、そういうの言ったな。何その言い方。おどうだかい。まあ、なんとかね。試合の次の日ぐらいゆっくり休めな。いや、これからはずっと休めるからさ。え？いや、やっぱプロの世界では厳しいわ。30過ぎのロートルボクサーにはちょっと無理があったかなって感じ。とにかくそういうことなんで、いろいろお世話になりました。やめんのか？はい、短い間でしたけど、いい夢見させてもらいました。あの、さだ止めないでください。その方がいいかもしれんな。わかった。お疲れさ。じゃあロッカー片付けてきます。ちょっと、いいんですか？何が？沢田さんですよ。辞めるって言ってるんですよ。止めないと。その方が奴のためだよ。でも。あれどうしたの？え？ボクシングに興味なんかなかったじゃない。それに沢田のことだってあんなに嫌ってたのに。それは。そうですけど。もしかしてあれ、ボクシングの魅力に目覚めたとか。だったらもう一度うちで働きない？それは。他の仕事もう見つけたの？結婚することになったんです。だったらいいじゃない。え？それまでうちに来てよね。困ります。いやいや、そう言わずにね。いや、困ります。困ります。世話になったな。どうもお疲れ様でした。金城、これでここのプロはお前だけになったな。しっかりやれよ。愛想ないね。そんなんじゃボクシングやめた後潰しきかねえぞ。
飲み残し飲む飲まねえよな。ほんじゃな。どうしても辞めるんですか。そういうこと。沢さん、辞めるって本当ですか。ああ、これ以上お前らのまずいパンチにイラつかなくて済むと思ったらせいせいするわ。いろいろお世話になりました。それじゃあ元気でな。それじゃあ、あ、ロッカーの鍵次のやつが入るまでに直しておいた方がいいっすよ。わかった。それじゃあちゃんと練習しろよ。それじゃあな。待ってください。カツカレーにオムライスにそれにハンバーグどうぞ。お、うまそう。でも本当に大丈夫なんですか、そんなの食べて。思いっきり食いたかったんだよ、こういうしつこいやつ。でも減量は。もう減量はなし。いいからいいから。うん、いただきます。うん、なんなんだよ。食えねえだろうがよ、そういう目で見られてたんじゃよ。あっち行けよ。しっしっ。何なんだよ。本当は辞めたくないくせに。何だと。だったらなんで私を連れてきたんですか、ジムに。おっさんが喜ぶと思ったからだよ。おっさんが言ってたんだよ、もっといてくれると嬉しいなってよ。嘘です。嘘。一人で来れなかったんでしょ。だから勢いをつけるために私を連れてきたんです。あ、俺ってそうだったんだ。なわけねえよ。やめなきゃいいじゃないですか。しつこいな。なんでそうまでしてやらせたいんだよ、お前。え、俺に惚れたんだろ。バカバカし。だったらなんだよ、言ってみろよ。それは俺はもうやる気はねえんだよ。昨日の試合で限界を感じたの。一度負けただけじゃないですか。それで限界感じるなんてずいぶんヤバですね。ねえ、俺はヤバなんだよ。沢田さん、うるせえなっつってんだろうよ。あ、そうですか。はい、わかりました。はい、じゃあ失礼します。はい。奴はね、あ、見えた。班長、ちょっといいですか。お、ちょっとごめんね。頑張ればいいじゃない、もっと。それは酷だな。え？あの人にもう一度やれなんて、それは酷だよ。あの、絶対ダメなんでしょうか。もう一度戦っても絶対勝てないんですか。ダメだろうね。でも、試合の時すごいパンチが一発入ったじゃないですか。あれがもっと打てたら、そしたら沢田さんのボクシングには致命的な欠陥があるんだよ。分かってます。年齢でしょ。そうじゃない。確かに沢田さんの右ストレートはかなりのもんだ。世界的に通用するレベルの高さを持ってる。それじゃ沢田さん強いってことじゃないですか。毎回あの右ストレートを打てればね。どういうことですか。左は世界を制すという言葉があるんだよ。左は世界を制す。右利きの選手にとって相手の攻撃から身を守るために必要なのがこれだ。左ジャブ。これで相手の攻撃を封じておいて、そして隙を見て右ストレート。沢田さんの欠陥はこれだ。ジャブが弱い。
もともと苦手だった上に年齢的なものが重なってほとんど使い物にならない。ジャブって。ジャブ？左ジャブ。沢田さんが右ストレートを出す前に相手はこのジャブをかわして右に回り込む。そして 0.2 秒後には沢田さんの顎のところに来てしまう。赤萌えだってできる。ジャブ？ジャブ、ジャブ、ジャブ。そう、決心ついたの？まあ自分の限界が見えたというか、このままやってても先がないって分かったからさ。そう。よかったよ、試合見に来なくて。かっこ悪い負け方だったかんな。で、これからどうするの？これからね。よかったら面接受けてみない？面接？うちの会社に来ないかなと思って。実はもう話してあって、明日の3時だったら時間取れるって言ってくれてるんだけど、どう？どうしたの？ずいぶん手回しいんだな。怒ったの？いや、感心してんで。こうなった時のことを考えたらちょっとでも早い方がいいかなと思って。いいよ、感謝してるよ。あのさ、やわだってさ、一度負けただけで限界感じるなんてやわだって言われちゃったやん。誰に？前に言ったろ、うちのジムに入ってきた経理の。前に俺に結婚相談してきたって子さ。ああ、そいつがうるさいんだよ、もう一度やれってさ。それで、あなたはどう思ってるの？行くよ、面接。お世話になります。わかった。それじゃあ明日3時に待ってるわ。おう、いいじゃん。そのことをご報告しとこうと思って、いろいろご心配おかけしました。うん、でもよかったわね。おめでとう。ありがとうございます。あ、でもいろいろと迷ってたみたいだけど。もうそれは吹っ切れました。そう。でも、え、いたんです、私と同じようなことを言ってた人が。え、自分のいるべき場所を探していた人。その人勤めていた会社まで辞めて自分の夢にかけてたんです。そう。それで？でもそれは幻想だったって、そんなものないってことが分かったんだって。そう、私の知り合いにもいた。彼も諦めたってそう言ってた。でもそれでいいんじゃないかな。そうでしょうか。あの、なんか頑張ってほしいって思うんです。あ、自分と同じことを考えてた人がいたんだって思うと、すごく親しみを覚えるというか、人事じゃない気がして。だから諦めないでもらいたいんです。何ですか？その人って男性？ええ、そうですけど。結婚決まったって言ってたけど、まだ吹っ切れてないんじゃないかな。どういうことですか？随分とその人のこと気になってたみたいだし。え？あ、やだ、まさかやめてくださいよ。違うの？違いますよ、もう冗談じゃありませんよ。本当かな？
本当ですってば、会ったことないからそんなこと言うんですよ。もうとんでもない男なんですよ、下品で野蛮で。初めて会った時から人のことお前呼ばわりだし、見てる前で平気でパンツ脱いだりするんですから。そう、最低でしょ。最低だわ。顔見てみたいわね。あれ幻想だったわ。幻想？お前が言ったんだろ、そんなものないって。幻想だって。はい。あ、え、金銭水筒帳、これに書いてあんのね。ああ、アンチョコ書いてあった。どうもどうもありがとう。それじゃね。私も聞きたいことがあるんですけど。なんだお前。どうも。入る？いいです、ここで。遠慮しないで入る。いいです。立ち話もなんだろう。立ち話でいいですか。自信家だね。は？襲われるとでも思ってんだろう。思ってません。だったら入れよ。自分の家だと思ってくつろいでね。は？座れよ。ワインでも抜きます？結構です。あ、そう。じゃあコーヒーね。砂糖もミルクもねえぞ。今日伺ったのはですね。何するんですか？時間ないからさ、やることやっちゃっていいかな。やめてください。ちょっと待ってください。ちょっと待って。よいしょっと。襲わねえよ、地震か。着替えだよ、着替え。今の君はピカピカに光って。これ。あ、整理しようと思ってな。で、何の用だよ。俺これから出かけなきゃなんないからさ。この前言ったことですけど。え？幻想って言ったこと。あ？試合の前の夜、沢田さんがボクシングがいるべき場所だって言った時、私それは幻想だって言ったでしょ。ああ、それが？あれ沢田さんに言ったんじゃないです。私自分に向かって言ったんです。それだけ伝えとこうと思って。なんかよくわかんないんだけど。実は同じだったんです。同じ？いるべき場所ってとこ。実は私も思ってたんです。人には誰にでもそういう場所があるんじゃないのかなって。でも周りの人たちはそんなことないって言うし、私自身もそうなのかなって思った後だったから、だからあんなこと言っちゃって幻想だなって。でもだからあれは沢田さんに言ったんじゃないんです。つまり責任感じてわざわざそれを言いに来たってわけか。というか。だったらその必要はねえよ。別にお前に言われて辞める気になったわけじゃないからさ。どうしても辞めなきゃいけないんですか、ボクシング。まだ言ってんのか、お前は。よ、しつこいんだよ。だけど。これから面接なんだよ。面接？新しい会社、まずは空港と考えなきゃだろ。でも。まあとにかくそういうことだ。ほら行くぞ。え？お前も出るんだよ。
じゃあな。はい。あ、だからそこまでは分かったのよ。で、元帳には書いたのよ。で、その後分かんないのよ。ですから借り方と貸し方をそれぞれ計算して、そこに先月分の繰り越しを。分からないってアンチョコにも書いてあるじゃないですか。いいですか、もう一回言いますよ。借り方の意味って、そんなこと今さら聞かないでくださいよ。もう、ああなるほど、そういうことね。あの、経理のプロを雇った方がいいんじゃないですか。まあそうなんだけど、なかなかそこまで手が回らなくて。でもその度に呼び出されてたんじゃ困ります。そのことなんだけど、もうちょっと勤めてもらえないかな。ね、結婚するまで。申し訳ありませんけど。そう、とにかく今日までの分の処理はやっておきますから。ああそう、悪いね。会長、お疲れ。そういえば何だったの。え、沢田のとこ行ったんだろ。ええ、まあ、ちょっと用があったもんで。まあ二人の関係については知らないけどさ。ありません、そんなもの。そんなムキにならなくてもいいじゃない。ムキにはなってません。あの、また今度行く時があったらね。行きません、もう二度と。あ、そう。どうするかな。え、沢田が忘れてったんだよ、これ。何ですかそれ。沢田の試合のビデオテープ。大学の時だけどね。沢田がここに来てプロになりたいって言った時、とんでもないって言ったんだよ。そしたらこれ持ってきてまあ10年前はこれほど活躍してたって言いたかったんだろうな。見てみる。いいんですかこっちは。ああ、そうだよねよし、それじゃあ今度持ってくか。城南大学の経済を卒業後、五大物産の営業二課に就職。まさにエリートコースまっしぐらというやつですね。いえ、五大物産時代の君の仕事ぶりも聞いています。いくつかの海外プロジェクトを成功させたそうですね。大したもんだ。恐れ入ります。その力を今後うちの会社の仕事に生かしてもらいたいと思います。は、合格です。立花君の推薦もあるし、君なら問題ない。我が社はリストラの最中です。しかしこういう時期だからこそ優秀な人材が必要です。君のようなね。ありがとうございます。でも、あの、僕がここに来るまでのことは。ああ、聞いています。ボクシングをされていたようですね、プロとして。はい。何も問題はありません。君はちょっと寄り道をしただけです。寄り道ですか。しかしそういう寄り道や回り道は結果人間を大きくします。それを今後の仕事に生かしてください。はあ。それじゃあ早速明日から出社してください。はい。君と一緒に仕事できるのを楽しみにしています。よろしくお願いします。終わった。それが右ストレートだ。このまま続けてればもしかしたらいいとこまで行ったかもしれない。しかしもう遅い。10年も会社勤めをした逆、もう一度やりたいなんて戻ってこれるほど甘いもんじゃないからね、ボクシングは。でも
それでも沢田さんは誰にもできないことをやったんです。会社に勤めて30代になって、それで会社を辞めて、もう一度ボクシングを始めるなんていう、そんなバカで甘いことをそれでもやったんです。その結果がこの前の試合だよ。もしジャブが、沢田さんのジャブがこの時みたいに強くなって右ストレートが決まったとしたら、その時は多分うちの金城も勝てないだろうな。何してんだよこんなとこで。お話があります。俺これからお仕事なの。すぐ終わりますから。何なんだよ一体。もう一度言います、ボクシングやめないでください。あのな、俺は忙しいんだよ。出社第一日目から遅刻しちゃまずいの。ほんじゃな。ボクシングやるために会社辞めたんでしょ。なのに一回負けたぐらいで諦めないでください。自分のいるべき場所を見つけるんでしょ。ボクシングは寄り道だったんだよ。寄り道。俺の年じゃ無理なんだよ。30代でもう一度ボクシング始めるなんてな、正気の沙汰じゃないの。まあタイムマシンかなんかで10年前に戻った時に考えるわ。年として、あなたが負けたのは年のせいじゃないわ。え、あなたには致命的な欠陥があるの。なんだ。だから欠陥よ、これよこれ。なんだよそれは。なんだっけこれ。ヤングマン、さあ立ち上がる。そうじゃなくて、ジャブ。そう、ジャブ。あなたはジャブが弱いのよ。ジャブジャブ。お前意味が分かって言ってんのか。左は世界を制す。ジャブが強くなれば得意の右ストレートを出して勝てるのよ。分かった。ああやめてよかった。ど素人のお前に意見されるようじゃ俺も終わりだもんな。じゃあな。じゃあ勝負しましょうよ。勝負だ。そう、私がもしあなたの顎にパンチを入れられたらもう一度ボクシングをやるの。あのさ、もう時間ないんだけど。怖いんだど素人に負けるのが。あのな、何考えてんだよお前はよ。勝負よ。それで気が済むのか。はいはい、しょうがねえな。恥ずかしいな。もう本気かよ。ギュイーン、ギュイーンと。嬉しいよ。ちょっと待ってください。え、沢田さんが右ストレートを出す前に相手はこの左ジャブをかわした。右に回り込む。そして 0.2 秒後には沢田さんの顎のところに来てしまう。ジャブをかわし、そしてさらに右へ回り込んで。おい、時間ないんだけど。いいわよ。よし、カーン。はい、はいはい、ほら、行ってこいよ。おい、シュッシュッ、おい、シュッ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 。ジャブをかわし、右に回り込む。ジャブをかわし、右に回り込む。ジャブをかわし、右に回り込む。だからボクシングやってよ。やってよね。
約束なんだからね。約束だからね。立花さん、おはようございます。おはようございます。ちょうどよかった。いや実はクライアントから冠とスポットについての問い合わせがありまして。ちょっと見てもらえますか。これね。どうかしました？あ、ごめんなさい。何でしたっけ？それじゃあ詳しくは上で。はい。あれ、どうしたんですか？これ返しに来たの。どうしたんですかそれ？ちょっと借りたの。グローブですか？お、沢田さん。沢田さん。なんだお前ら、動けんのか。練習しろ練習。それよりどうしたんですか。え？ちょっとおいで。何ですか。ちょっと何ですか。おっさん、次の試合の相手見つけてくれよ。それまでにジャブ鍛えるからさ。ジャブ？ジャブが弱いのは俺の致命的な欠陥らしいからさ。それじゃお前またやる気か。こうなりゃ日本チャンプ目指しますよ。ああもう頭痛いわ。おい、えお前も付き合え。え、ちょっと俺が勝つまで付き合うんだよ。それいいね。また経理やってくれると助かるよ。違うよ、俺のトレーナー見習いとしてよ。え、トレーナー？トレーナー？あんなのできるわけないじゃない。冗談言わないでください。いいか、お前とは相性が最悪なんだよ。お前は俺を怒らせる天才だよ。だからだからこそ俺をやる気にさせるんだ。お前は俺のトレーナーとしては最高だよ。お前と一緒なら世界も夢じゃないかもしれないな。バカ言わないでください。いいか、お前がやれっつったんだ。責任取れ。そんな、嫌です。嫌でもリング上がれ。嫌です。できるわけないでしょ。早速練習始めるぞ。それ、え、傷。大学の時にちょっと怪我したんだよ。運命の人ですね。おい、いいから上がってこい。嘘。ただ未来だけを見せながら話すべきだ。ガンマみたいにね、命を削ってさ、
これで晴れてお前も俺のトレーナーだな。これから共に頑張ろう。トレーナーとは。お嬢さん、お入りなさい。右を打ってください。トレーナー命令です。どうしてこんなことになっちゃったんだろう。